はい、お久しぶりでございます。スーパービートクラブでございます。ほんとね、久しぶりなんですが、今日もね、ラジオ、配信してみたいと思うんですが、今ね、このラジオ収録してますのが、今日はね、8月の19日ですね、月曜日でございます。はい、ほんとね、皆さん、お久しぶりですということで、まあ1週間、9日ぶりになるのかな、っていうぐらいね、まあ本当ね、超お久しぶりになってしまったんですが、はい、そうですね。まあ以前のね、ラジオでもお伝えしてたかと思うんですが、まあ長い長いね、お盆休み、がありまして、まあ久しぶりにね、お盆休み明けのですね、今ね、ラジオ収録をしているところでございます。いつからだったかな、お盆休み入ったのが、8月の確か10日からだったかな、9日か10日だったかと思うんですけどね。まあ9連休ということでですね、まあ長いお休みでございました。そしてね、まあ今日からね、お仕事スタートというところで、今ね、会社にね、向かっているところでね、まあラジオをね、収録しております。今ラジオをね、収録している時間がですね、朝のね、7時34分でございます。はい、ということで、まあね、まあ、皆さんもね、まあ、お盆休み、まあ、多かれ少なかれね、取得された方もね、いらっしゃるかと思いますが、まあ、いかがでしたでしょうか。私のね、お盆休み、まあ、このね、お盆休みにね、突入する直前にもね、お話はしたんですが、本来であればね、まあ、実家の高知の方にですね、まあ、帰省をする予定だったんですが、それこそね、まあ、お盆前にありました。宮崎で起きたね、まあ、宮崎沖なのかな、日向灘で起きた、大地震、大地震のおかげでですね、まあ、緊急、なんだったかな、巨大地震注意とかっていうね、なんか注意報が出てしまった関係で、ちょっとね、実家のね、高知にね、帰るのは、もしかしたらこれ危険なんじゃないかなというところでですね、結局ね、まあ、実家に帰るのをやめてですね、自宅で過ごしたという形でございます。まあ、9日間ね、ずっとね、家にいました。何もね、してないなという感じで、まあ、強いて言えばね、まあ、イベントごとではないんですけど、まあ、何かやったかというとですね、昨日、まあ、8月のね、18日、昨日日曜日だったんですけど、日曜日の夜ですね、家族でね、まあ、バーベキューをね、したぐらいですね、お家でね、バーベキューした以外、それ以外はね、何もしておりません。まあ外食もね全くしてないですし、あと家族でねどっかに遊びに行くとかね、お買い物に行くとかっていうのもね全くないなというところでね、そんなんでね、まあ本当この9日間がね終わりました。じゃあね、何をしてたかというとですね、まあもう私の場合ね、もう勉強とまあジョギング、この2つだけですね、この2つだけしかね本当ねしてないなという感じでございました。ほぼね、なんか毎日、この9日間ね、ほぼ毎日ね、同じようなね、ルーティンでね、回してまして、だいたいいつもね、朝のね、3時半とか4時に起きて、で、そっからね、まあ、6時、まあ7時ぐらいまでね、ガーッとこう勉強すると。で、そっからね、まあ洗濯物をね、干したり、あと、朝ごはんを食べてですね、その後、またね、勉強するという感じで、で、お昼までね、まあ、勉強して、だいたいここでね、勉強時間が6時間ぐらいになるかな、というところですね。で、そっから、まあ、お昼ご飯食べた後にですね、また1時ぐらいから、まあ、勉強を再開して、で、4時ぐらいまでですね、まあ、勉強して、まあ、だいたい、まあ、1日の勉強時間がね、9時間ぐらい。まあ、これでね、1日の勉強が終わりという方で。で、夕方のね、4時ぐらいからですね、だいたい15キロ、16キロですね、毎日ね、走っておりました。ということでね、結構ね、だからこの、9日間ね、1日も休まずね、15キロ、16キロ走ってた関係もあってですね、結構走ったなという感じですね。なので、まあ8月、今日はね、19日なんですが、現時点でね、もう、今月240キロぐらい走ってるなというところで、結構がっつり走ったなという感じでございます。そんな感じでね、まあジョギング行って、まあ大体まあ15キロとかであればね、1時間半ぐらいでね、走るんですけど、で、家帰ってきてですね、まあ、クールダウン。っていう形で、水風呂にね、ザバッとね、入って、で、まあ、クールダウン、体をね、させて、で、まあ、30分ぐらいですかね、水風呂に入ってですね、で、その後、まあ、晩ご飯を食べてですね、で、だらだらと過ごして、1日終わる。まあ、大体いつもね、8時半とか9時ぐらいにね、寝てましたんで、まあ、そんなね、毎日をね、過ごしておりました。ほんと9日間ね、それしかやってなかったですね。っていう感じだったんですが、個人的にはね、すごくね、なんか充実したね、この9日間だったな、というふうにね、思っております。
まあ本当ね、なんかどっか旅行に行くとか、ね、なんか美味しいものをね、食べに行くとか、うん。例えば実家に帰るとかね。まあそういったことはね、まあイベントごと全くなかったんで、まあ、面白くね、ないようなね、ほんとね、つまんない、まあ生活に思えるようかもしれませんけど、個人的には、私的にはね、すごくね、まあ、なんか充実してたなーっていうような感じですね。うん。まあ特になんかね、勉強がね、やっぱりこう、なんでしょう、やっぱりこうね、1日に8時間とか9時間っていうね、時間でね、思いっきりね、集中してこう勉強するというのがですね、うん。なんか、すごく充実してたなというふうなね、感じがしててですね。もしかしたらね、この充実感っていうのが、まあ自分のね、学力アップにね、つながっているのかなというふうにね、思っております。まあ、なんかね、がっつりね、こう、勉強したはいいんだけど、まあ実際ね、まあかなりね、忘れてるところもあるんですけど、まあ新しいね、なんか、やっぱりこう、うん、時間がね、たっぷりあったからこそね、まあ、じっくりね、ここの、ここをね、もう一遍ね、勉強し直ししてみようかなとかっていうね、時間も取れたっていうところもあってですね。うん。で、いざね、じっくり勉強してみると、あ、これ忘れてるなとか、いや、こんなところね、条文があったんだとか、うん、いうのでね、すごくね、なんか学びになったことがね、ありました。うん。なんか、うん。まあ、もしね、仮に私がね、こう、行政書士試験合格できたっていうふうにね、なった時にはですね、まあ、今回のね、お盆休み、まあ、9日間連続、まあ8時間以上勉強したっていうのがですね、まあ効果的だったのかなというふうにね、まあ振り返れるんじゃないかなというふうにね思っております。まあどうなるかね、わかりませんけど、うん。まあ、そんな感じのね、ほんと、このお盆休みでございました。まあそんな、ってなことをね、言いながらも、うん。まあすでにね、まあ行政書士試験もですね、残すところ3ヶ月をね、切りました。あと85日ぐらいなんですかね。うん、っていうところで。いや、ほんとね、近づいてきたなというね、感じですね。うん。まあ、こっから先、こう、まとまったね、お休みっていうのが、シルバーウィークぐらいかな。っていう感じでね、もう残りね、少なくなってくるんですけど、うん。ちょっとね、ここはね、まあ、ガツンと勉強して、うん。なんとか、ね、まあ、まとまったね、勉強時間っていうのはね、まあ、このお盆休みみたいにね、取れる時間はね、もうこれから、試験本番までないのかなというふうに思うんですが、うん。まあ、とは言いながら、ちょっとね、こう、有給休暇なんかもね、うまくね、活用しながらですね、勉強、まあ、効果的にね、進めていきたいな、というふうにね、思うところでございます。はい、ということで、今日はね、ちょっとそんな感じでね、このお盆休み、まあ、何をしてたかな、というね、お話をね、させていただきました。はい、まあ、今日ね、多分ね、パート2、パート3とかもね、お届けできるんじゃないかなと思いますんで、ご期待いただければなと思います。はい、ということで、今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。